はい、こんにちは、高野です。え今日はですねえ、キャノンのカメラで撮影した写真のローデータを富士フィルムのフィルムシミュレーションでえ現像する方法をですねえ、ご紹介したいと思いますえ。僕の場合は今までずっとキャノンのカメラ、まあ最初はニコンだったんですけど、そこからキャノンに行って、それからもうずっとキャノンを使っているんですが、 去年の7月に富士フィルムの XS20 を購入して、初めて富士フィルムのフィルムシミュレーションを使ってみたんですが、あのね、クラシッククロームとか、クラシックネガとかね、あとリアラエースとかもね、後で追加されましたけど、そういうその色味がね、キャノンのあの、ピクチャースタイルとまた違って、過剰すぎない、でもなんかちょうどこういい感じの、 あの、色味の調整がね、それぞれこう特徴があって、あ、フィルムシミュレーションってこういうことなんだってね、ちょっとね、ハマって、最初はクラシッククロームとかクラシックネ、ね、ガばっかり使ってたんですけど、やっぱりね、最終的にはこう、いろいろこう使ってみて、プロビアが一番僕は好きかなと思って使ってたんですが、それをね、そのキャノンのカメラでも使いたいっていうふうに思って、いろいろこう調べてみたら、 海外サイトのコバルトイメージっていうのがあるんですよね。このサイトですね。ここになんか割引のコードが表示されているので、これを購入するときはこれを使えば15%オフになりますので。はい。このコバルトイメージでは、そのカメラやあとスマートフォンのローデータを高品質なカラープロファイルで処理するためのソリューションを提供されています。 まあ一般的なロー編集ソフトのプロファイルがたくさん用意されてますけど、それよりもより正確で自然な色合いを引き出すことが可能です。その他、いろんなカメラのですね、フィルムシミュレーションも提供されているので、特定のカメラモデルに応じたプロファイルで高い再現性を実現することもできます。具体的に言うとですね、このデジタルエミュレーションズっていうのがあって、 ね、ここにほら、いっぱいカメラが出てきてるじゃないですか。えー、l i k ニコン、このペンタックスとか、富士フイルムとか、これもペンタックスですね。リコーの GR3 とかもあります。えー、l i k の M、ソニーのモダンのやつ、キャノンのヴィンテージとかね。ニコンのヴィンテージもありますね。で、今回はこの富士フイルムの、これですね。これ。 ちょっと翻訳しますね。最新の富士デジタルカメラを使用する唯一の特典の1つは JPEG と r a w 出力の両方で利用可能な信じられないほどの色のセット、まあ、フィルムシミュレーションのことですね今このパックを使用すると基本的な DNG プロファイル Lightroom と ACR または Capture1 でサポートされている全てのカメラにこの素晴らしいクリエイティブオプションを追加することができるってことですね でこのパックで使えるのが、こうですね。アスティア、プロビア、クラシック・クローム、ベルビア、プロネス・ハイ、プロネス・スタンダード、セピア、あとクラシック・ネガ、ノスタルジック・ネガ、エテルナ、ブリーチ・バイパス・リアライスですね。が使えるようになるんですよ。これがクラシック・ネガですね。これが今まで普通のやつ。で、クラシック・ネガ。おお、クラシック・ネガだ。 これね、かなり忠実に再現されてます。これ僕実際に富士フィルムのカメラで撮影したデータと比較してみたんですけど、かなり忠実にあの再現されてます。これプロビア。うん。プロビアのね、色がね、僕好きなんだよね。こう自然で。このドレスの色とか全然違いますね、ほら。プロビア好きだな、本当 で今回僕ライトルームで使ってますのでこっちモダンパック4ライトルーム ACR ですね。このエミュレーションを行うには Adobe DNG ベーシックパックを所有している必要がありますと。でベーシックパックとはなんぞやっていうのがあるんですけどこれですね。ベーシックパック。このベーシックパック DNG ベーシックパックですね。こっちはキャプチャー1のベーシックパックです。 で、このベーシックパックっていうのがですね、ここにあるように iPhone、スマートフォンですね。iPhone から知らないようなカメラ、全部これ含まれてるんですけど、僕が買ったのはキ n ノンの、えっ、ー、とですね、この R5C のやつと R3 のやつ。あ、もう R5M2 も出てますね。このベーシックパックはカメラごとに買わなくちゃいけないので、 R3 版と R5C 版僕持ってるんですが、Lightroom で R5M2 のローデータ開いても、このコバルトのパックは適用ができないので、あの、また R5M2 で使いたい場合は、このベーシックパック、これを買う必要があります。でね、これもね、44ユーロするんですよ。7000円ぐらい。なので、こっちが7000円。 こっちで80ドル。だけ1万円ぐらいですよね。これ。1万円って言わないね。ただこっちのパックは1つ持っとけばいいので、初めて使う場合はこの80ドルとさっきの44ユーロが必要ってことですね。で、これ買ったらどうなるかっていうと、このコバルト富士デジタルっていうのがさっきの80ドルだったやつですね。で、こっちの R3 と R5C。これがベーシックパックのやつです。で、これをそれぞれ展開すると、こういうファイルがそれぞれ出てくるので、 え使い方はこの PDF ファイルがあるので、これに書かれてます。僕が使っているのは Lightroom Classic なんで、えー、これですね。プロファイルを自動的にインストールするには ZIP パッケージを解凍せずに直接インポートするだけですと。この Lightroom はもうすでにインストールはしてるんですよね。その時にこのプロファイルの参照、このプロファイルを読み込みで、えー、さっきの ZIP ファイル、 を指定すればこここにに自動的に追加してくれますこのカメラマッチングっていうのがキャノンのピクチャースタイルのやつですねでその下にこのプロファイルっていうのがあってさっきインストールしたこのベーシックパックのやつですねコバルトフラットコバルトモジュラーコバルトニュートラルコバルトレプロコバルトスタンダードこういうのがありますまあ、これもね記号なんかベーシックな感じ で使いはするんですけどで、この下、これです。このコバルト、えー、富士デジタルバージョン4.1。ここにほら、ね、いっぱいあるでしょ。全部ありますよ、ほら。えー、富士アスティア、えー、ブリーチバイパスクラシッククローム、ほら。クラシックネガ。うわー、懐かしいでしょ、ほら。懐かしいっていうのは、<laughs> 僕ね、その XS20 で初めて富士フィルムのカメラ買ったんですけど、その後ね、X106 とか T5、GFX100S2 まで行ったんですよね。僕の今の現状でその GFX100S2 で仕事ができるかっていうと、僕はあのスポーツをメインで撮ってるので、ある程度連射も早くはなっているんですが、スポーツ撮影するにはやっぱこうキャノンのカメラが一番いいだろうっていうことで、 あの、R5 Mark II に買い替えたんですよね。なので、もう、富士フィルムのカメラはもう今手元にないんですけど、やっぱりこのフィルムシミュレーションは忘れられなくて、このコバルトイメージを買っちゃったっていう結果なんですよね。最近ちょっと改めて、最初に買った XS20 は本当ね、いいカメラだったなっていうふうには僕、最近よく思うんですよね。 富士フ,フィルムのカメラの中で XS20 で撮影した枚数がねダントツで多かったんですよ僕の写真フォルダを調べてみたらですね僕動画も撮るからですね、えー、T5 もすごくいいカメラだったんですけどまあキャノンユーザーはね、まあ、バリアングル好きな人は結構多いと思うんですけど XS20 はね写真も動画もいけるのであれバリアングルなのでちょっともう一回買いたいなっていうふうには思ってますねあとこれエテルな ノスタルジックネガ、えー、プロネスハイ、プロネススタンダード、で、プロビアですね、これは。あいいね、プロビア。これ、ベルビア。リアラエース。リアラエースも好きだな。リアラエースとプロビア、ね、若干違うんですよね、ほら。 このね、微妙な色合いの違いのフィルムシミュレーションっていうのはもうこれ、富士フィルムしかないからですね、これは。あと、セピア、アクロス、アクロス G、アクロス R、アクロスイエロー。はい。いいね。モノクロもいいんだよね。まあ、こんな感じで、キャノンのカメラでも富士フィルムのフィルムシミュレーションが使えるようになります。えー、今回、R5 Mark II 買ったので、 そのベーシックパックも44ユーロだったんで買おうかなとも思ったんですけどやっぱちょっと高いなっていうのがあっていろいろ調べてみたらそのキャノンでもこれピクチャースタイルエディターっていうのがあってこれちょっと僕まだ試せてないんですけどこれを使って自分の独自のピクチャースタイルを作れるっていうことなのでこっちを使ってみてもしいい感じのピクチャースタイルとかができたら あとこのライトルームのプリセットも作ってみたいんですよ。それがうまくできそうならね、ちょっとまた動画でも紹介しながら、ゆくゆくはね、ちょっと販売とかにもしたいなと思ってるんですけど、まだこっちのピクチャースタイルエディターで独自のピクチャースタイルをちょっと作ってみますので、キャノンのカメラでフィルムシミュレーションをオリジナルで作ろうみたいなこういうシリーズをですね、ちょっと定期的に動画でも更新していきたいなと思ってますので、気になる方はですね、ぜひチャンネル登録と、 あとこの動画への高評価もぜひよろしくお願いします。それでは今日はこれぐらいで終わります。バイバイ。